コージウィスマンだと。もう5秒でダメですね。いなきゃ。サーブ入った、浅山つく。ショットクロックの時間になる。できた。ブザービータースリーポイント河村。58対58。オーバータイムにも連れ込みました。恐ろしい選手ですね。すごいですよ。JR 選手は1本入れとけばよかった、2本入れとけばよかったと思ってますね。今場内は大盛り上がりです。オーバータイムに入ります。リンク栃木の応援、プラカードを掲げてノリノリになってきました。いやー、もうこれで一気に栃木ペースですね、はい、今ので。はい、そのペースを握ったこの勢いっていうのは、これはもう大きいですね。大きいですね。目に見えない、もうすごいもの持ってますから、モメントムっていうのは、いやー、私途中でほぼこれでアイシンのファンの方安心ですねなんて安川さん申し上げたんですが、本当に申し訳ありませんですね、これね。いやー、まあ、いやもうでもとにかく今はもう、アイシンがどうのこうの、はい、じゃないですよ、はい、あそこまで行って決めてくる、まあ、普通に河村選手がすごいんですよ、はい、いやー、日本人バスケットプレーヤーにどえらい選手が出てきましたね。コージウィスマンだと。もう5秒でダメですね。いなきゃ。サーブ入った、浅山つく。ショットクロックの時間になる。できた。ブザービータースリーポイント河村。58対58。でいて決めてくる、まあ、普通に河村選手がすごいんですよ、はい。いやー、日本人バスケットプレーヤーにどえらい選手が出てきましたね。オーバータイムにも連れ込みました。恐ろしい選手ですね。すごいですよ。JR 選手は1本入れとけばよかった、2本入れとけばよかったと思ってますね、今。場内は大盛り上がりです。オーバータイムに入ります。これはもう大きいですね。大きいですね。目に見えない、もうすごいもの持ってますから、モメントムっていうのは、いやー、私途中でほぼこれでアイシンのファンの方安心ですねなんて安川さん申し上げたんですが、本当に申し訳ありませんですね、これね。いやー、まあ、いやもうでもとにかく今はもう、アイシンがどうのこうの、はい、じゃないですよ、はい、あそこまで。リンク栃木の応援、プラカードを掲げてノリノリになってきました。いやー、もうこれで一気に栃木ペースですね、はい、今ので。はい、そのペースを握ったこの勢いっていうのは。